天皇、立花の中王女、武佐の月坂上領廃所鳥屋未散在古墳は、奈良県柏原市鳥屋町にある古墳。形状は、前方公園墳。実際の被葬者は明らかでないが、宮内町により、武佐の月坂上領として、第28代戦家天皇、皇后立花中王女の合奏寮に事情されている。奈良盆地南園、海武器三北六のおね先端部において、 お顔を切断して築造された古墳である。未散在は、三笹の天下。現在は、宮内庁事情の天皇陵として、道庁の管理下にあるが、これまでに整備工事の事前調査として道庁による調査が実施されている。墳形は、前方後円形で、前方部を北北東方に向ける。墳球は二段築成。 噴球一段目のくびれ不良側には作り出を付すほか、前方部東側にも張り出し状施設を有する。噴球表面では吹き石、埴輪が検出されている。噴球周囲には縦型の集合が巡らされるが、後世のため池工事に際して大きく改変を受けている。埋葬施設、副葬品は明らかでない。この鳥や未散在古墳は、 古墳時代後期前半の6世紀前半頃の築造と推定される。当時としては大和で最大級の古墳とされる。被装者は明らかでないが、前述のように現在は宮内庁により、第28代戦火天皇、立花の中王女の合奏陵に自乗されている。本古墳の南方には、松山古墳が、西方には、新井沢千塚古墳群があり、 それらとの関係性も指摘される。古墳の規模は次の通り。なお、日本古墳大辞典を呼び、柏原市サイトでは、墳球町を138メートルとする。鳥や未散在古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内町では、第28代、千火天皇を呼び、皇后の立花中王女の合奏料に事情している。千火天皇について、日本初期では、 戦火天皇4年2月に奉行し、戦火天皇4年11月に、大和国武佐の月坂上領に葬られたとし、皇后の橘花王女及びその子もこれに合奏したという。演技式書領料では、戦火陵は、演陵の武佐の月坂上領として記載され、大和国高市軍の所在で、長域は東西二町、南北二町で、守後煙を毎年当てるとするが、 合奏の胸の記載はない。その後、戦火寮の所在に関する書伝は失われ、江戸時代の元禄の丹料に際し、元禄12年4月に、京都書次第の松平信用によって、元料に事情された。原点出典。ありがとうございます。